静かに議論をするというのは、クローズドな場で、閉ざされた場で、限定された人数でやることが静かな議論だとは思わない。自民党は天皇陛下の大位をめぐる党内の意見集約を役員会のメンバーを中心に少人数で進めていて、他の議員については今月中は文書による意見提出を受け付けるとしています。 石破氏は、わずか数日でこの大変な問題についてペーパーが出せるとは思わないと指摘し、執行部に対して提出期限の延長を求めました。これに対し、茂木政調会長は、事情があれば来月でも受け付けると説明し、理解を求めました。